1911年に辛亥革命によりアジアで初めての共和国である中華民国を建国して100周年となります。この写真展では辛亥革命に関係した写真60点を選び展示しております。東日本大地震後すぐに台湾全国から自発的に救援活動が始まりました。今日までに台湾全国で集まった義援金は約150億になりました。この義援金は日本の災害復興にはわずかな額ですけど、これは台湾人の日本に対する深い心情を表すものです。これからさらにこの写真展等を通じて台湾と石川県、台湾と金沢市、この結びつきがねさらにさらに強まるよう熱い期待をいたしまして、主催者の一員としてのご挨拶にさせていただきます。紹介になりました副知事の山西でございます。この写真展、この期間中多くの県民や市民の皆さんがご来場いただきまして、新たな台湾の魅力をですねぜひ発見をいただきまして、台湾を皆さんが、そしてもの石川県、そしてまた日本の皆さんが台湾を訪問される、こういうきっかけになることをですね念じたいと思いまして、そして一層の交流につながることを期待をいたしたい、そのように思っているところでございます。こういう写真展を開催いただきました代表賞の兄弟をはじめ大学の皆さん、そして特別社長さんをはじめ五穀新聞の皆さんに感謝を申し上げまして、私からの挨拶させていただきます。本日は本当におめでとうございました。フォトギャラリー発見台湾の魅力の開幕です。どうぞ。